えのきまいは、サンテレビジョンのアナウンサーで、元、宮崎放送アナウンサー。宮崎県生まれの熊本県育ち。血液型 A 型。趣味は、映画鑑賞とスポーツ観戦。宮崎大学教育文化学部への在学中には、小栗光平監督の映画、埋もれぎに、準主役として出演していた。大学卒業後の2008年に、アナウンサーとして、宮崎放送に入社。 入社後は、えのきまいという名義で、主にスポーツキャスターを務めていた。2010年4月1日付で、宮崎放送からサンテレビへ移籍。移籍後は、ニュースキャスターからサンテレビボックス席でのベンチリポーターに至るまで、幅広く活躍している。プロ野球のオフシーズンへ放送される阪神関連の情報番組、熱血。タイガース島には、2011年度に、 レギュラーで出演。以降の放送でも、幹事長代理という名義で登場することがある。その一方で、3テレビでは、おっ。3商店街の CM で、宮崎弁を披露。自身と同じ九州出身者が、阪神の選手に多いことから、熱血。タイガース等の特別番組では、えのきまいの頑張れ。九州男児という企画で、九州出身の選手に、 宮崎弁でインタビューをしている。2018年1月から30035休暇に入っていたが、第1子の出産を経て、2019年4月1日付でアナウンサーとして職場に復帰。復帰後に第2子を解任したため、2020年1月から30035休暇を再び取得していた。2021年4月1日から職場へ再び復帰することを機に、 同日から放送を開始するニュース情報キャッチでの期金曜文で前半の MC を担当する。ありがとうございます。